日本の報道は自由なようで自由ではないとそれはまあ受信規制が非常に厳しいからですね記者は自分の知っていることを書かないという特徴がありましてまそれがですね大きな疑問を僕らに残すわけですね何かテレビ見ても新聞見てもどうも本当のことは教えてくれていないというふうに思うんですね私よくあの昔国家の委員会なんか出てる時に隣の人が 先生、実は、って一番重要なことをしゃべると。それは、その、いわゆるエスタブリッシュメント。今で言えば、えー、力があって、金を独占している人たちの間の秘密であって。それは国民に知らせない、ということがあるわけですね。さっさあるというわけですね。で、それを、表面的にはですね。いろんな見方があるので、というふうに言ってるんですけど見方があるんではなくて。重要なことは、国民に伝えない、ということが、徹底的に。 現在の日本のマスコミにあるんですね、えー、それを一つずつこのブログで明らかにしていきたいと思っております最初は非武装中立ということですねこの非武装中立のは最近ではもうあまり聞かないので耳慣れない人もいると思いますが、えー、っと左翼の人たちですね左翼の人たちが終始戦後に言ってたのが、えー、憲法九条を守れ自衛隊は違憲であるもしくは持ってはいけない、えー、それからアメリカ軍は出ていけ アメリカ出ていけ。今でも沖縄はそう言ってますね自衛隊はいらない沖縄あのアメリカ軍出ていけとこう言ってますねこれはですね私なんかも高校生ぐらいの時にはこれを聞いてですねいやそれはやっぱり衛星中立非武装中立がいいんだと自衛隊もいらないんだと。 アメリカ軍もいらないんだとこう思ってたんですけどもそれには裏,裏に大きな、まあ、トリックじゃなくてちゃんとした主義主張があるということがまあそれはですねえー、っとこの前の大東亜戦争の前にコミンテルンという、まあ、あの世界の,共,あの共産党の中央部ですね えー、日本ではコミンテルンという名前ですらですねあのもう歴然とあるんですよ歴然とあってちゃんと公式にもステートメント出しアメリカなんかではコミンテルンのスパイがですね戦後ずいぶん自殺したりしました、まあ、そういったその本当に公の陰謀でででももない公なんい公すねそれはねある意味で正しいんですよ共産主義っていうのはですね自分たちが絶対正しいと思ってるわけですね。まあ、これれは現在でですすとと中国かか北朝鮮の指導部を見ればわるんですけども 裁判にかけなくてても人を殺していいとかかですね。かつては、えー、スターリンがシベリア送りをすると、まあ、こういうふうにですね、まあ、自分が正しいと思っていることは正しいんだとこれが共産主義の基本的な思想なんですね。で従って、えー、世界中は共産主義でであるべきだという考えなんですよ。ちょっとおかしな考えに見えますけれども社会党もちょっと前までは北朝鮮は地上の楽園だと言ってたわけですからね。だから、 今の北朝鮮を見てあれが地上の楽園かってちょっと思えないんですけどまあそういう考えもありますからね共産党共産主義になれば地上の楽園になるだから絶対に共産主義を世界中に共産主義にならなきゃいけない,いやそんなに強く思うなら共産主義の国に移民したらいいように思うんですけど自分の国を共産主義にしようとするんですね。それの計画部隊が えー、コミンテルンだったわけです。で、非常に考え方簡潔ですね。共産主義が最も良い。従って、世界中を共産主義にする。しかし、資本主義の国とか自由主義の国が。結構力があって。すると言ったって、すぐ革命が起こるわけじゃない。暴力革命ですね。暴力革命が起こるわけじゃない。だから、まず。自由主義の国、資本主義の国を。疲弊しなきゃいけない。そのためには、資本主義同士で戦わせなきゃいけない。 この罠に入ったのが日米関係もそうでしたね。まあ、日本とアメリカが戦争に至った3分の1ぐらいの理由はコミンテルンがですね、日本とアメリカを戦わせる必要があったってことですね。それで戦った、実際戦ったですね。それで、まあ、アメリカは疲弊しなかったですけども、イギリスはだいぶやられました。フランスもやられましたね。それから日本もやられました。まあ、イギリス、フランスは戦勝国、日本は敗戦国と言いますが、 えー、コミンテルンの言い方を借りればですね戦えばどっちも疲弊するんだとそれはそうですねそして今度はその後ですね暴力革命を起こすすわけですところが日本で共産党が暴力革命を起こそうとしたんですがやっぱりそのすぐにはうまくいかない何しろアメリカ軍が駐留しちゃったんですよねそれで,行かないそれでレッドパーチなんかもあってやられちゃったと計画がうまくいかなかったそこでですね えー、自分たちだけが立ち上がってもダメだからまずアメリカ軍出ていけ、まあ、まずサンフランシスコ平和条約アメリカ軍出ていけとそれからあ憲法9条を守れとそうなると日本は非武装になります、えー、無防備ですねまず日本を無防備にしてそこで共産党が放棄する、えー、暴力革命を始めるで例えば浅間山山荘みたいなふうに立てこもるそれともやっぱり宗歌適せず えー、そんななににすすぐには勝てないですねそこで中国共産党かソ連に応援を求めるとそうすると、えー、共産党は世界中が共産党になる方がいいということの信念に燃えておりますから、えー、日本に入ってきて日本を侵略するんじゃないんですね、えー、日本で放棄している共産党とか社会党なんかと連携をするわけですから援助するだけですね。 ところがやっぱりその頃はやっぱは冷戦時代ですからアメリカも今度入ってくるでしょう。そして日本の国土の中で、えー、戦争が起こってちょうど朝鮮戦争みたいにやってそれで押したり引いたりしながら、まあ、おそらくは、えー、北海道はソ連本州はアメリカ九州は、えー、中国共産党ということになるでしょうね。そして分割会議が行われ停戦になって大体私の推定では死亡者は400万人ぐらいになる。 えー、大東亜戦争で亡くなった犠牲者が310万人ですからまた同じような犠牲者を出して日本が分割されるそれが左翼の人の狙い非武装中立の真なる意味だったわけですねえー、私ですねあのいろんなところでテレビ出るようになって左翼の人にそういう質問をこうするんですよ一つ一つやってきたんですねえー、この時に社会党はどう考えてたんでしょうか この時に共産党はどう考えてたんでしょうかと聞きますとねやっぱりご存知なんですよ。いやこれはこういう目的なんだで。だけどもそれは表に出てませんね。いやちょっと表に出すには、えー、っと平和を守れということはどういうことかって言ったら共産化するってことだとで。共産化するにはやっぱり戦いがいるのでもう一回内乱しなきゃいけない内戦しなきゃいけない。太平洋戦争を あとか大東亜戦争を始めたのがコミンテルンであるってこともあまり大っぴらには言わないだけども私がここで今言ったことは陰謀でも何でもないんですよ共産主義を主張してる人信じてる人はですねえ日本が共産主義国家になった方がいいんですかいいと思っておられるんですからねこれはこれでいいんですよ別にあの今でも共産党という党が社会党の方はダメになっちゃったんですけど共産党党がちゃんと選挙に出てるわけですから だからそれ間違ってるわけじゃないですね。考えが違うってうだけですね。まあこの世の中はイデオロギーで言えばですよ。資本主義と共産主義という2つのイデオロギーが、まあ、社会主義ともいいんですけどね。あるわけですから。だからそれは別段その人の主張なんですね。それか隠してもないんですよ。陰謀でもないんです。ただこのことが非武装中立とは日本に内戦が起こり、半分ぐらいが共産主義国家になり、 ちょうど北朝鮮と韓国みたいな状態になることが希望だったっていうことですよね左の人の希望だった、まあ、東大の教授もそうですね東大の教授連中もほとんどが、えー、左でしたからね現在の左の人が今から考えて戦後、まあ、まずアメリカと日本が戦って両方とも疲弊し特に疲弊したあ日本を非武装中立にし無防備になったところで 共産革命を起こし共産主義国家にするということを <laughs> 知っていたのか知っていなかった私は少なくとも騙されました <laughs> 私は若い頃ですね本当に救条を守れとか言ったら平和を守るよと思っていました平和を守るために、えー、憲法九条を守れアメリカ軍出ていけと言ってると思いました現在の沖縄の人も、えー、憲法九条を守れアメリカ軍出ていけと言ってるんですが それは今ではですねぼちぼちですねそうなったら中中国共産党が沖縄を取るだろうとまあ、中国共産党大ピラに言ってるんですよ中国共産党別に隠してないんですえー、っとちゃんとしたあの新聞にですね人民日報に沖縄は中国の領土であるって言ってるんですからねだから正々堂々としてんですよそのこの正々堂々としてること 非武装を中立にしたらして、まず日本を戦争させ、非武,非武装中立にし、そして中国共産党が乗り込んできて共産主義国家にするっていうのが理想であっていいと言って好評もしてるんですね。ただ我々がそれを知らなかった、僕も知らなかったのは、日本の新聞やテレビが言ってくれなかったからと、まあ、そういうことであります。